宇宙のパワーをゲット、光り輝く願いを叶えてゆこう。 Let's go。 こんばんは、みほさん、こんばんは。こんばんは、リバー TV MDP チャンネルの時間がやってまいりました。はい、ここ、中目黒のですね、目黒川近くの、スタジオ、スペース M というスタジオでリバー TV は、SNS、まあ、Facebook、それから YouTube、 はい、YouTube ですね、の生中継を、するテレビ局でございます。はい、MDP チャンネルは、このスタジオの上にあるあの MDP ギャラリーに、関わるアーティストさん、はい、それからミュージシャンの方、はい、ユニコみたいにね、はい、あのを、いろんな形で紹介したり、はい、それから中目黒の、いろんなレストラン、やカルチャーを発信しているお店を、突撃取材して、皆さんに、ご案内する番組です。はい、今日は、僕タグケンとパーソナリティのユニコです。進行していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。イエーイ、それで、今日はですね、はい、あの最初にね、僕らがちょっと祈りとあの大仏みたいなポーズをとったんですけど今日は非常にあのスピリチュアルなアーティストをゲストに、呼んでおります。はい、最初ね、あの、うん、僕があの HY かな、 HY のプロジェクトをやった時に、沖縄のね、沖縄のアーティストをこういろいろこう集めなきゃいけなくて、はい、まあ SNS でこういろいろこう検索してたんだけど、たまたまね、あのその動画でこう制作してるあの動画を配信してて、はい、めちゃくちゃ綺麗なねお姉さんが描いてるんですけど、でチラッとこっち見んですよね。でそれがね、あ、見ました。そうそう、見た動画、ちっちゃいプチ動画っていうやつですよね。そう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 、それでさ、なんかこう見ながら、はい、鼻血がピュッて出ちゃった。鼻血出ちゃったんですか。確かにすごい綺麗でしたね。でね、ね、ね、そうという、あの沖縄の出身のアーティストの尾長優希さんです。です、キラキラ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。尾長さんどうですか、ほらね、皆さん綺麗でしょ、尾長さんね、めちゃくちゃ美しい、ね、はい、女優さん、ちょっと緊張しますね。緊張そう、最初はね、そうそう、最初緊張するんですよ、うんうん、そうそう、はい、そのちょうどだから沖縄 の、 あの HY の時に、はい、あの尾長さんに声かけて、はい、SNS だったんですね、発見したの。そう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 、びっくりしました。なんかこうチャカチャカチャカって書きながらさ、うんうん、チラって見るじゃないですか、おーみたいな仏像を描いてる。そう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 、だから、はい、こうビジュアルとさ、描いてるその作品、あの仏画でしたっけ、うん、はいはい、がすごくギャップがあって、うん、でなんかこう、 こう魂入れて描いてるじゃないですか、こうね、一生懸命 ね、 ね、はい、なので、うん、まあちょっと声かけようかなと思って、うん、こういう企画があるんだけどどうですかって言ったら、うん、ね、素直になんか、うん、ありがとうございます、うん、HY すごい好きだったので、そうそうそう、嬉しかったです、ね、インディーズの時から結構見てたので、あれ何描いてくれたんだっけ、沖縄の、ガジュマル、あ、ガジュマルだよね。ガジュマル、ガジュマル、ガジュマル、私も大好きです、ね、あ、大好きです。木が大好き、なんかあの根っこでこう支え合ってるっていうことを話を聞いて、屋久島に初めて行った時に、あ、いいな、羨ましい、屋久島行ったことない、うん、え、近いのに行ったことないの、沖縄から近くない、屋久島って、結構近い、あ、そうでもないか、あ、歩きました、屋久島、あ、山の中歩きました、あれ 2,3 時間かかんだよね、結構屋久杉見に行くまでに、確かに結構登りましたね。ね、うん、そうそうそう。屋久島の杉ってなんか人をすごい魅了するらしくて、はい、
なんか杉が乗り移ったっていうのもよく聞く。杉の魂ですか。いきなりスピリチュアルな話。いきなり。じゃあさっきまでね、はい、これ始まる前に、はい、今3人でねちょっとこう霊感がどうとかさそういう話してたんですよ実は。だからそれがちょっといきなり入っちゃってるんですけど、うん、ちょっとね尾長さんにいろいろ聞いていきたいんだけど、はい、絵を描き始めたのは2歳から。そうですね、はい、2歳からで、それからなんだっけアイドル。そうですね、モデル高校生の時からモデル沖縄でモデル事務所に入ってて、まあ、絵のためになんですけど、絵のためにはね、なんで絵のためにゴッホみたいになったら大変かなと思って。あ、自分がね、そうそう、うん、だから、うん、なんかそう親友のおばあちゃんがまた見える系の人で、うん、いろいろ助言もらってたんですよね、うん、で絵のためにちょっと芸能とか身長もあるんだし芸能の世界とかに入ったらっていうのを言われて、親友自体に言われて、おばあちゃんに。そう、でもおばあちゃん飛んでるねそれね。そう飛んでるんですけど、ね、なんかそれもゆくゆくおばあちゃんが亡くなった後に聞いた話では、うん、その芸能を通ることによって女性とか、うん、あの最終的にセクシャリティの道とか、うん、セクシャリティのカウンセリングとかもしてるんですけど、うん、そういうなんかいろんな女性の苦しみとかいろいろ見ることを経験するために芸能を通りなさいって言ったみたいです。私には言わなかったけど、うん、それを通って絵の世界にまたなんか見るものがあったらしくて。そもそもだって2歳から絵を描いてたわけでしょ。そうですね。何の絵描いてたの。何の絵か分からないんですけど、うん、あのお母さんに何歳から絵描いてるのってプロフィールのために聞こうと思ったら、うん、その2歳の時に水暴走になったらしくて、うん、水てんてんてんって顔がブツブツになるやつになって、そこで寝てればいいのにずっと絵を描きながらやってたみたいな。それが初めて絵が絵を描いてるのを見たっていうお母さんが言ってたんですよ。自分じゃ記憶ないもんね、2歳じゃないですよね、うんうん、そっからじゃあ、アイドルになってその後グラビアだっけ。アイドルにはなってモデル、モデル、ね、モデルとグラビアと女優、最後は女優ですかね、うん、はい、じゃあ映画とかにも出たわけ。軽くですけどね、うん、はい、で今は、そ今はその芸能事務所を辞めて、うん、絵だけ、絵一本で、絵とあとアートセラピーをしてます、ね、うんうん、そうだから絵もさ、はい、仏画だっけ。仏画、そうです ね、 ね、仏画を中心にこう鉛筆で描いてるのが多いじゃないですか、うんうん、はい、それはなんで仏画にしようと思ったわけ。仏画はちょうど3年前ぐらいに写ったんですけど、うんうん、それもやっぱり ある石垣島のカミンチュっていう人に出会いがあって、うん、今までの絵とかを全部燃やしたんですよね。なんでいろいろ、なんだろうな、心機一転というか、ちょっと辛いことがあったっけ。そう、辛いけど、まあ、ちょっともう終わりかなっていう、なんかすごい燃え尽き症候群みたいな感じになっちゃって、うん、精神が。あ、それ女優っていうことでじゃなくて。そうですね、まあ、芸能活動とかもそうだったんですけど、うんうん、一旦ちょっともう浄化したいというか、なんかまあそういう転機がありまして、うん、そこから全部絵を燃やしたりとか、あと魂を落とした経験とかあって、その時にマブイ組っていう、まあ、そこはつらって流してもらっていいんですけど、マブイ組、そう、魂を組むって、ですけど、そう、拾ってあげるっていう感じのものを、はい、うん、魂って落ちちゃうんだ。魂って落ちるみたいですよ。なんか沖縄では、うん、なんかトイレとかってふってホッとするじゃないですか、うん、ホッとしたら魂が落ちるとか、そのレベルで落ちるらしくて、ホッてした時にポロンって落ちちゃうけ間違ってジャーとかって流しちゃったらもうダメじゃん。そう沖縄ではそのなんか、あんた最近ちょっと元気ないねって、元気ないね、トイレに行って魂取ってきなさいっていうぐらい、ギャグがあるぐらい魂って落ちてっちゃう。トイレで魂落としやすいから、あまりもリラックスしすぎないでっていう、トイレでね、そうっていう言葉もある。トイレでリラックスしなかったらどこで住んでる。確かにトイレで緊張してたらやばいでしょ。トイレで毎回落としてても変な感じになりますね、うん、なるほどね。じゃあ、はい、じゃあ何をきっかけで仏画に入ったわけ。それで仏画は、友達、鉛筆仏画に移ったきっかけは、うん、友達が倒れちゃって、うん、あの病気で倒れちゃって、うん、生と死というか、その狭間でもう、うん、ちょっともう本当に危なかったんですけど、その時にやっぱり
私に何ができるかって言ったらやっぱ祈ることしかできなくて、うん、で一本の鉛筆でそのどこまで魂を落とせるかっていうか、どこまで魂を込めて絵を描けるかっていうか、結局なんか絵が救ってくれたんですよね。この友達を祈る時にも結構不安でどうしようもない時とか、やっぱ描くしかできなくて描いて祈るっていう、それが結構原点になっていますね私の、うん、孤独な時間ってずっと絵が支えてきてくれたけど、結局人を応援する時も、うん、やっぱり絵だったなっていう、うんうんうん、で観音様とか描くんだよね。そうですね。大仏とかも描くの？大仏も、はい、描いてます、うん、そう、はい、大仏様とか観音様って別に性別ないんでしょ？うん、そうですね、性を超越してますね、うんうん、でも俺その魂が落っこっちゃうというのはちょっとね、どう？ユニコ先生、いやすごい初めて聞いて、うん、で魂が自分の中にあるっていうのはすごいもう自分で体感してもう分かって、うんうん、でもそれが落ちちゃうって、魂がなんかこう何個もあるっていうなんか話も、私教えてもらったのが、うんうん、沖縄は丸いんだ魂、丸いんですか、いや、ま、形丸いのかな、形わかんないですけど、よくほら白いのがこう飛ぶ画像とか映ったりするじゃん魂、 あれだよねきっとね。なんかでも宗教によっては色が違う、うん、青っていう人もいるし、うん、ゴールドっていう人もいるし、いろいろあるんですけど、うん、ねえ何ですかね。でも沖縄では大きい、このカルミンチから教わったのでは、うん、大きい魂一つとちっちゃい魂5個かな、5個か4個か5個かな あって、それで一つの人間のこの魂として成立してるみたいな、あ人間はってことみたいな感じで言ってた、なるほどと思う。5個と5個と1個だって、5個と1個、6個じゃ2人だってことですね、うん、でも多分ここでは本土では 4つの魂とか書かれてますよね、ちょっと微妙に沖縄って違う文化が入ってるのかなって思ったり、あ、まあ歴史があるからね、うん、沖縄はね少し若干違いますよね、うん、仏教もやっぱり沖縄では全然ね使ってないから、うん、魂落としちゃ、落としてない大丈夫結構不安ですね、それ聞かれる、どこ行っちゃったかなって、ね、うん、でもなんかやっぱり落としちゃうとさ、なんかこう、うん、表情とかさ目とかに出るのかな、うん、ね、目が死んでる人とか言ったりしますよね、いるいるいる、あ、やっぱ三位一体だから肉体と魂と心、うん、三位一体あるじゃないですか、うんうんうん、抜け殻みたいになっちゃうんでしょうね、魂が抜けてると、体だけはあれだけど、なるほど、ちょっと痩せちゃうのかな、じゃあどうなんだろう、冗談です、表現力がなくなりそうなるほどね、うん、生きてる感じというかね、いや分かんないですけどね、うん、え、じゃあさ、その、はい、2016年からやってる、うん、そのアートセラピーっていうのはどういうことをやってくれるわけ？あー、アートセラピーはですね、うん、絵を描いてもらって、例えば風景構成法だったら川を描いてください、次は何々を描いてくださいって描いてもらって、うん、そこからあの精神分析というか絵から読み取るんですけど、その人のトラウマとかも読めるんですけど、川一つでトラウマ見えちゃうんですか、配置とかその質問とかいろいろあるんですけど、そういう感じで絵を読み解くというか、それセッション、うん、はい、はい、セッション何分ぐらいの感覚ですか？あ、でも相談とかだと60分とかで全部やっちゃうんですけど、なんか違う番組みたいになってきちゃったけど、ね、話がね、はい、でも、はい、でもあのあれだよね、そのそういう描いてもらった絵を見て、うん、この人はこうだとかああだとか、こういうことをしたら良くないとかいいとかっていうのが分かるわけ、この人の望んでるものっていうのを読み解くというか伝えてあげるとか、うん、ああなるほどね、こうした方がいいよと、そう、私の習ったアートセラピーは高次元の自分で言って、本当は全て自分が答えを持ってるっていう言い方で、それをピックアップしてあげるっていう役目なんですよね。だから決めつける、私決めつけるのあんまり好きじゃないので、この人自身が答えを導くようなところに持っていくというか、でアートセラピーがいいところは、子供とかって今虐待とか多いじゃないですか、そういう子供たちのに絵を描かせると、子供たちってやっぱり子供たちからすると絵っていうのはこの魂のこの訴えかけというか、言葉があんまり表現できない分、うん、絵にすごい現れるので、本当に虐待だったりとか、小さい時に逆、ね、いろんなそういうものはもう傾向として出てくるので、うん、早めに分かってあげると
ちょっと守れるかなっていうのがあって、あ確かに早い段階で癒してあげれば、うんうん、このね心の中でこう埋めて、うんうんうん、ね、固くなる前にってことですよね。そうそうそう、すごいです。じゃ結構子供とかもじゃ来るんですか、ね、子供とかもあの実家に帰ってる、帰る時は、うん、この近所の子供たちとか呼んで、うん、そういう書かせたりとかして、うん、あの無償でやってますね。それあ、うん、いつかちょっとそういうみんなで団体でやってみたいなってイベントとか思うんですけど、うんうんうん、あいいですね、うんうん、かわいいですよね子供はね、純粋でピュアだから。早く結婚して子供作ったら、じゃあ、そうですか、ね、でそうなるとずっとなんかそこに向きそうですよね。そう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 、うん、泣きがする、すごい集中しそうな、うんうん、なるほど、ね、でも二人とも二人ともあれでしょ、なんかそういうのが見えたりするんでしょ。で結構ねスピリチュアルな感じで、そうさっきまでね、うん、なんか盛り上がってたもん ね, ね死者が枕に現れてる、そう、もう結構当たり前な感じです。すごいということで、はい、尾長さんがね、じゃあどういうこうあの仏画を鉛筆で描いてるかっていう、うん、あの描いてる、動画があるんでね、ちょっと見てみましょうかね。ぜひ見てもらいたいです、ね、VTR どうぞとか言ってもうちょっとあ、それだ、これ結構でも鉛筆でこう繊細に描いてるよね。すごい繊細、左側の背景の細かいのって一つ一つ、やっぱ私顔が好きなので、はい、全部細かく顔を描きたくて、うん、あのシャーペン買ってきました夜中に。夜中でシャーペンを買ってきて、うん、顔を細かく描くっていう背景を。すごい繊細に描いてるもんね、うん、でも これを描きながら魂込めてるわけでしょ。そうですね、集中しながら、はい、このこれはお皿、お皿に左は観音経を描いてますね、文字全部。ああなるほどね、なんかお経を聞きながら なんか書かれてるっていう。そうですね、はい、え、お経を聞きながら描いてるの。聞きながら描いてますね、はい。これは、あ、これはあのアートセラピーの祈ることの大切さとかを伝えたくて、あ、案内ね、うん、子供たちとか親子で一緒に塗り絵しながら会話しながらっていう。あ、これに色を塗っていくわけだ、はい、ね、でも仏像ってそんなに、仏像とか観音様ってそんなカラフルじゃないでしょ。だってそうですね、うんうん、でも自分の思うイメージで自由に描くというか、うん、塗り絵で、うんうんうん、でもなんかさ、こう尾長さんのこのビジュアルでだよ、はい、このなんかこう最初俺親父が描いてんのかなと思ったぐらい作品見た時にね、本当ですか。仏画、あんまり女の子が仏画なんて描かないでしょ。だってあ、そうですね、私でも本当に仏画っていうか仏教時代知らなかったので、うん、私も不思議な感じですね。親父が、でもそれ言われたことありますか。あるでしょ、うん、なんかこんなさ、綺麗なさ、女優さん目指してた、目指してねえか、女優さんやったことのあるような人がさ、だって仏画描いちゃうんだよ。だって確かにね、確かに、でも自分が不思議です、一番、ね、分かんなかったから、うん、あ、分からなくて、大仏とかも知らなかった、言葉自体も、うん、そうそう、だからあの、うん、なんかこう制作してる動画があるんだよね、うん、それちょっと見てみちゃう。あ、じゃあ、うん、ね、あれあれ、お、ちょっとごめんなさいね、なんか、ね、今なんかカナダの写真、あ、これね、カナダの写真。あ、てんてんてんは何、金のつぶつぶ、うん、金のつぶつぶで、ええ、うん、みんな魂の学びが終わったら一つになるというか、あのつぶつぶが、うん、あ、私なんか最近のイメージでは先祖様とか、あ、みんなすべてつながってるっていうようなイメージ、みんな最後は一つなんだよっていうイメージで書いてます。つぶ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 ね、うん、細かく細かく、じゃあの一個一個のつぶつぶにいろんな魂を吹き込んでるわけ、ね、うん、でそれが一個の玉になるわけね、最後みんな、で、あの観音様が上に上げてくれるわけだ。あ、でもそんなイメージですね。そうだよね、うん、私なんかこの世界が終わった時に、うん、その自分が帰った観音様と直接会って話したりとかするのが夢なんですよ。あ、すごいですね、そういうのイメージしながら書いてる、ここの線甘かったなとか言いながら、ごめんちょっと直すね
ていうイメージでちょっと書いてますね。妄想ですけど、うんうん、すごい楽しい気分になるので、うん、ね、これちょっと不思議な会話になってるけどね不思議な人って言ってますよね。そうそうそう、多分ね。でもユニコも結構そういうの見えるんだもんね、はい、うん、そうなんですよ。最近ではどういうの見た？最近何見たかな。あら、ちょっと最近はラフティ見た。ラフティ、さ、最近ラフティ見ました見たよね。そう、最近見たよね。見ました、うん、作ってた。もうかなり、うん、はい、プリプリなラフティがこう踊ってました、ね、うん、最近何見た？それはそうと、え、あ、本当にってことですか、うん、本当に。あれ、あの天使はやっぱりでも、うん、あの羽で現れるんですよ。なんか、あ、それよくやってたもんね。なんか周波数がたまって、天使の、私なんか天使さんのことを考えて天使に会いたいじゃないけれども、まあ、天使のことを考えるとこう必ずこう天使の羽が現れたりとか、じゃあ、あの壁にこう天使の絵が現れたりとか、サインが、なんかそこでこう壁にサインが現れるの、天使の、まあ、なんか結構天使って結構近くにすごいいるから、うん、なんかそこダウンジャケットの羽がピッて抜けただけじゃないの？いや、じゃあそれかもしれない。違う、そういうのもそうかなと思うんだけど、うん、でもそれも含めて、あのサイン、天使がそばにいるよっていう、なんかこう守られてる感じ、うんうん、だからなんかこう、そう、なんかお願いした時に、うん、例えば T シャツに書いてあるメッセージ一つでも天使が実は送ってくれてて、結構すぐ近くに天使いて、それで降って救われたりとかは、うんうんうん、キャッチするかどうかだよね、うん、それもね、うんうん、当たり前に本当はそばにあるもんね、ね、うん、みんな興味深いお話ですねって言ってくれてあ、ね、本当ですね、ね、いや、でもおかしい人って書いてないかなんおかしい人、いや、そんなことないでしょ、うん、でもやっぱ仏画描くようになってからやっぱ不思議なことが起きますね。どんどん不思議なことも起きるし、なんか仏像こう、ね、挨拶したら話しかけられてとか、あ、声が聞こえるわけ、声聞こえるんだけど、うん、なんて言ってるって通訳の子がいて、うん、ヒーラーの子が一緒にいて、たまたま最近なんですけど、うん、それでなんか仏様、観音様が私の子供を産んでくれてありがとうっていう、たくさん仏画がやっぱ子供みたいで、子供だからってこと、すごい、ありがとうとか言われたり、あと絵も仏像に言われたりする、仏像に言われて、なんか頭に光さしてくれたみたいで、あ、そう、うん、多分ある意味ちょっとありがね、すごいだってね、すごい安心しました、うん、しし、素晴らしい。そういうの体感できるのって、うん、結構どうなの、疲れたりしないの、うん、いい方に行くといいですけどね、うん、光の部分を見てるときはいいですけどね、うん、なんかこう魂抜かれちゃう的なところもあるわけですよ、なんか魂は抜かれない。私でもあの、そう仏画、うん、初め仏画描いてびっくりしたのが、うん、鉛筆仏画だったんですけど、うん、あの金縛りによく会ってて、数珠、うん、つけてずっと寝てたんですよ、うん、3年前ぐらい始めた時は、うん、なんですけど、あの自分のある日パッて思いついて、自分の描いた鉛筆仏画を寝室に3つぐらい置いたんですよ、うん、そしたらその時からなくなって、金縛りが、うん、それびっくりしました。それでもしかしたら何かあるのかもしれないって思い始めたのが、それがきっかけで、うん、そこからもうずっと今寝室に飾ってるんですけど、数珠がいらなくなったんですよね、ずっと持ってたのが。数珠ってあの葬式とかにしてくる、そうそうそう、3日で切れたりとかして、今まで5回ぐらい切れてたんですけど、すごいなんか強い、ね、なんかものが来てて、みんなこう頼って集まっちゃうんじゃないの、やっぱらしいです ね、 ね、あ、そう、そっか、ね、聞いてみるとやっぱそう、前世の話なんですよ、前世がそういう人であげてほしいって言ってきてたみたいで、うん、なんか美人の人に多いって言うけどね、そうなんですか、そう、へへ、やっぱこう綺麗な人に集まってきちゃうんじゃないの、そうなんですか、うん、集まっちゃうね集まってるから何ちゃん、そうだよね、はい、ということでね、はい、あのちょっとこうギャップがあるお長さんは、あの沖縄の出身で、はい、沖縄の出身で、今日はユニコがね、はい、あの沖縄の、ゲスト、お長さんが沖縄だからということで、うん、はい、中目黒のね、沖縄の、うんうん、
料理屋さん、はい、沖縄居酒屋の、うん、沖縄居酒屋さんに行ってきたんですけど、なんていうお店だっけ、ですね何それ、ミンサーです、ミンサー、ミンサー、ラフテー、ラフテーのようなミンサー、はい、はい、ミンサーです、ミンサーに行ってきました。じゃあちょっとそれをね見ながらね、あの、はい、もうお腹空く時間なんで、はい、そうですね、ぜひ、MDT チャンネル食レポのお時間に瞑想礼ということで、これ今日は沖縄にいるようなアットホームな空間を楽しめる沖縄居酒屋沖縄ミンサーに行ってみたいと思います。それではレッツゴー。はい、皆様今旭橋にいます。桜も散りまして、緑になりました。新緑の目黒川です。新緑って言ったけどさ、このちょっと前にさ、新緑って何ですかって聞かれたの外人じゃない、使えてる、使えてる、使えた。はい、それではここから、行ってみたいと思います。この旭橋を、歩いてもうすぐ、だいたい多分ここから1分ぐらい、中目黒駅からは徒歩、ドンキ川沿いの道なんですけれども、だいたい4分ぐらいで、沖縄居酒屋ミンサーに到着します。はい、皆さん、山手通りに出て、すぐ角にあります。皆さん、もう目の前には狛犬が、こんな感じで狛犬、これ狛犬、シーサー、シーサー、あ、ごめんなさい、シーサーでした。シーサーごめんね。メンソーレ、それでは中に入っていきたいと思います。ありました、こまいに神社の入り口になっちゃった。そうだ、俺も全然気づかなかったよね。ここの店員さん、船川さんと同級生です。ゴーヤ店員さん、ね、ゴーヤチャンプル、ソーキそばハーフセット、タコライス、ソーキそばハーフセット、こちらゴーヤチャンプル、タコライスのハーフセットだったりとか、あとはね、ソーキそば定食、ポーク卵定食、ラフテー丼定食など、もう沖縄でしか味わえないこちらランチがもうたくさん揃ってます。550円とか、で5月21日からはもっと、メニューが増えるということなので、ぜひぜひ皆様、ランチを楽しみに来てみてはいかがでしょうか。お値段もね、すごいお手頃ですね。これ、あの、全部これ税込み価格ですよ。はい、その上にランチドリンク、ソフトドリンク全部100円で、お酒を楽しむ方は青森280円に、麦焼酎だったりとかも200円で、楽しめるというね、もういかにも沖縄らしいですね、もうドーンみたいな感じで、はい、豚バラのスペアリブをソーキ肉と沖縄では言います。はい、こちらがたっぷり乗っかったこちらソーキそば定食を今日は楽しんでいきたいと思います。結構ご飯とかも、ね、そう、ご飯もついて、ご飯もなんかこうこだわったご飯で、はい、皆さん、それでは店長の佐藤さんをご紹介させてください。うん、がついてた、すごいこだわられて、こんにちは、よろしくお願いします。こちらのご飯、あ、ランチに料理長って書いてあったんですけれども、あの、まずはこちらメインなんですけど、こちらおつゆはどのようなおつゆなんですか。鶏と豚で出汁を取ったスープで、それにカツオを混ぜて、で、炊き上げたスープですね。で、上に乗っかってるのが豚の軟骨で、狛犬。キヨ君、俺、狛犬って笑ってんじゃん。笑われて。狛犬。狛犬。神社じゃないよって。食事上に乗っかってるのが判断してるんですよ。沖縄では、まあ、ポピュラーな、なんですかね、ご飯に合う。ご飯に合う。はい、もしかして、これはジーマビーどうですね。はい、そうですね。ジーマビーも手打ちなんですか。そうなんですよ。麺なんか自家製で、すごい。美味しそう、見て。いただきます。お、
もっちもちだけど、これ佐藤さん、これ麺はこれなんかオリジナルとか、はい、そうですね、うち工場持ってまして、自家製麺でやらさせていただいてますね。一応やっぱその食感を大事に、それなりにちょっとつるっとしたコシがある麺を作ってます。こだわりの島唐辛子をかけて、今度は味を変えてみてみたいと思います。辛いですね。ラー油とどっちがいいかな。このやっぱり質が違う感じ。ラフテーさん、ラフテーじゃないですね、ソーキ肉をいただいてみたいと思います。好きな方がすごい辛いってなかったけど、まあ、でもすごい好きで、ブリブリですね、ブリブリいただきます。口の中でとろける、皆さん紅生姜が効いてて香りもとってもいいです。はい、ではこちらのご飯、特別なこの味噌ダレでいきます。甘いんですよね、味噌ピーみたいな感じ。味噌ピー味噌と合いますね、これもう抜群。知ってるんですよ。え、嘘、知らない。はい、こちら沖縄島のおつまみいただきたいと思います。有名ですね、もっちもちですね。定番で定番なんかデザートのようで、ピーナッツのもちっとしたお豆腐みたいな感じです。美味しいです。ジマミです。ジマミです。マサ、マサ豆腐、ピーナッツ豆腐、ハブシは、すごい。はい、皆さん、夜はですね、こんなおつまみもあります。モッカみたいな。うん、これ早いよね。ねえ、見れないじゃん。早すぎでしょ、これ。瞑想れって言ってる場合じゃないし、ちょっと。ねえ、早いわ。ねえ、チャッチャッチャッチャって変わっていくから、それどんな料理だか全く分かんなかったでしょ、今。美味しそう。ねえ、帰り空いてますかね。行こうか。帰り空いてますよ。ね、あの多分見て、見てるからなんか、あの緊張するの。お腹ですっていけば。はい。ですね。ということで、ね、いろいろスピリチュアルな話も聞いてきて、お腹さんがなんか不思議な人だなって。うん、みんな思いましたしね、さらにユニコもね、ね、力があって、なんか2人でこう感じたりするわけ、やっぱり。いや、初めてをこの前桜ピンク店の最終日のレセプションパーティーでお会いして、うん、もうドキッとしたんですよ、目があって。ドキッとしたの。そう、もちろん、あの、なんだろう、オーラとか全てが綺麗だから、うん、ドキッと、天女様みたいな感じの、なんか美しいけど、もうなんかその上の美しさっていうか、こうを感じてドキッとして、もう恋をしたみたいな感じ。恋しちゃったんだ。そうそうそう、あ、これポップ、その時、あ、そうそうそう、これその時飾ったって、これも可愛い。これ真鶴のね。これさ、最初さ、俺にさ、尾長さん泣き入れてきてさ、社長私描けないとかって泣き入れてきたからさ、エルプ入れてね。そう、でもすごい励ましてくれて、優しい。MVP 優しいですよね、スタッフの皆さん。そうね、うん、本当ですよ。すごいありがたい。でも可愛くできたよね、これね。めっちゃ可愛いね、うん、蝶々もいてね、蝶々いっぱいいます。で、これを天に運んでくれるわけでしょ、蝶々、ね、そうですね、うん、で、オナガさん真鶴行ったもんね、すっげえ風が強い、誰もいない、行かないような日に行ったよね。会期期間中にね、と、はい、いうことで、そんな仏画を描くオナガさんですが、告知ありますよね、今度何やるんだっけ。そうですね、はい、今、昨日からかな、あの始まったの、郵便会の国際展示っていうのがあって、郵便会、はい、郵便会の上の、そうですね、東京都美術館の2階にあります。2回目かな、特別展示で3点ほど飾ってる、仏画を飾ってるので、うん、これ有料。あ、無料です。無料、はい。皆さんが、あの、尾長さんのね、このスピリアル、はい、スピリチュアル的な、言ってない、そうですね、ちょっと噛んじゃったじゃん。噛んじゃった、あの、ちょっとね、仏画を見て、はい、ぜひ見てください。あの、いろんなものが払えるかもしれないからね、なんか悩んだりとか、う、ね、うん、いろいろね、悩んだりしてる人がいたら、はい、あの、尾長さんの絵を見て、はい、浄化されて、浄化されて救われるかもしれない、はい、ね。そもそもさ、だからそういうアートってさ、うん、
例えば僕なんかいつも思うのは、はい、なんかある人がね、うんうん、なんか自殺しようかなと思って、うん、その考えて駅に行った時に、はい、そういうなんかこうアートを見てさ、うんうん、とか音楽を聴いて思いとどまってほしいみたいなとこがあって、うんうんまあ、世の中にこう生きていく人と生かされてる人っていうのがいて、はい、あの生かされてる人はそういった人たちをこう救っていくっていうのが使命だと思ってるから、あー、アートを通じたら音楽を通じたり、はい、だから尾長さんとかねユニコは、うん、まあ尾長さんはそのアートで、はい、ユニコは歌で、はい、やっぱね人を救ってほしいですよね、病んでる人たちとか困ってる人たちとか見失ってる人たち世の中たくさんいて、うん、あのそういう人たちをあなたたちは救う使命があるんで、うん、だから魂の栄養って言いますよね芸術は。だからいろんなものを感じ取れるんだと思うのね、うん、俺なんか全然感じ取れないからね、もう魂落としまくっちゃってる。仏眼があるからね、ああ仏眼ね、何かしらね、三人仏眼があるもん、ね、みんなあるかな、この指のところ、指のところにね、目、ここのちょうど関節のところに目みたいなのがある、そう、目みたいなのがある、3人ともあるってすごいですよ ね、 ね、結構両方ね、僕もあるんです、両方、うんうん、ちょっとびっくり、そうそう、みんなあるかな、あるかな、あるかな、チェックしてみて、チェックしてね。俺にカメラちょうだいね。カメラ欲しい、カメラ、あ、チェックしてるかな、うん、みんなこう見て、親指、ここ、ここの関節ね、第一関節がこういう目の形をしてると、そういう霊感があるとかって言われてますよね。うん、とこのままね、そうそうそう、ずっと使おう使おうと思ってタイミング逃しちゃった、やっと使えた、そうそうねえ、イエーイということで時間になりました。尾長さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。ゴールデンウィークは、はい、お休みで、またゴールデンウィーク明けの木曜日7時半から放送します。じゃあまた皆さん、また来週じゃない、再来週、バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ、これだね。